イタクマのキッチン。ヘロー、マイオールフレンズ。こんにちは。給油よ。ヘロー、クマがね、話してますけども、始まっちゃいました。新番組、第1回目。まあ、あれですよ。これから、ちょっとコーヒーを飲んで。料理だとか、ね、スイーツだとかいろいろ作っていくところをやりたいなという、新しい番組どうなんでしょうね。ということでね、間に合わせで今日はプレオープン的な回でございます。はい、私のランチをね、ちょっと軽く紹介するような感じです。ということで早速スタートしてみましょうか。ピシャー。さてさて、新しく始まった企画でございますけどね、私の昼食をどうしようかなというところから始まります。で、まあ、日亮さんのイギリス食パン気に入ってて、これを食べようかなとは思ってるんですけど、これに今めっけたのがイワシのかば焼きクリームチーズ。どんなことになるのかな、これ。とりあえずね、お昼なので簡単な1枚目は、1枚目っていうか結構ボリュームあるんじゃないかな。で、ね、こんな缶詰。味ついておりますよ。かば焼きじゃないの、これ。ね。だから、醤油だれだって全然合わない感じ。いいよ。手切るなよ。これ怖いんだよ。よいしょ。なんか、いきなりね、始まったので、なんかそれっぽい材料は用意してませんけども。言葉変だね。一応なんかまな板でも引いてみるか。僕はね、木のまな板しか使わないんですよ。で、分量が結構このイワシちゃんあるから、こうするか。ここにオリーブオイルで引いてみるか。おっと、行き当たりばったりだね。いつも僕の料理は行き当たりばったり。昔はね、長いこと職人やってましたけども、8年間、長くねえかな。これね、オリーブオイルっていうのは、開封してから、基本的に3ヶ月以内に食べきらんきゃなんないんですよ。品質落ちちゃうから。だけどね、そんな3ヶ月で使い切らんですわ。こんな感じかな。よっ。それで、ここにどうしようかな。チーズを後にして思いつきですからね、これ完全に。魚を並べてみる。魚を並べてみる。昨日ね、本社会議ありまして、社長がね、久しぶりに熱く語ったわけですよ。なんでお前腕間違いないのに、その料理だとかそういったもん出してこんのだと、番組に。はって思ってね。はとは言いません。んって感じだけど。そうか、そうか。確かに、そういうのもちょっとやってみたいなという気持ちはあったぞと。僕の中でもあって。それで、急遽やってみたわけです。どんな感じなんだろう、これ。あ、ちょっと敷けるから。もう一枚使うんだ。もう一枚ね。よいしょ。本当はね、準備していろいろやりたいんですよ。この間ね、ライブの中でも出てきたお寿司関係、手まり寿司だとか、手
手巻きだとか、まあ、握りの作り方も教えてくれみたいなね、話もちらちらとあるんで。で、これ、クリームチーズがね、冷蔵庫にあるっていう、知らなかった。やったと思いましたね。包丁で切るとベタベタになるから、もうこのままいっちゃいましょう、これ。あ、今お腹鳴ったよ。昼だね、やっぱりね。よいしょ。これは、これ焼くとさ、どんな感じなんだ。で、チーズはいいんだけど、植物いないね、ここに。残念ながら。これはやっぱ野菜取らなきゃダメでしょ。野菜を取るということで今。切り刻んだ、確かね、なんかあったんで、それ乗っけましょうかね。乗っけ、焼いてから乗っけた方がいいのかな。その方がいいかも。とりあえず焼いてみますけど、もう一枚は普通に一緒に焼きます。焼きますが、それはね、ジャムを乗せるので、お昼はこの2枚で完了でございます。はい。大失敗するかもしれないけど、それが面白いとこなんですよ、いつも。これはそのまま焼くでしょう。このパン自体がね、イギリスパンっていう自体がカリカリになるので、よいしょ。このぐらいかな。はい。おーい、チンとなりましたね。どうなったでしょう。まあ、あれだよね、クリームチーズは溶けるわけないと思っているので。おっと、おー、変わらんね。これも、あー、すげー魚の匂いする。やべえ、すげえ魚に。野菜はとりあえずちょこっと用意しました。で、ジャムがね、2つあって、ブルーベリーもなくなるので、イチジクのドライフルーツとハーフでいこうかなと考えております。あ、そうか、これ、もうほとんどないんだよ。あ、失敗したな。まあ、はいや。もう一本出してくれるか。ナイフをね。これね、イチジクのまだジャムって食べてない。メロ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 。またこれ、ブラックベリーじゃなかったブルーベリージャム美味しいから、買ってこようと。もう一本あるんで、これで。イチジク、こんな感じかな。ここのね、ジャムすごいです。いつもカロリーが少なめでありがたいことに。このぐらいでいっちゃおうかな。あ、いい感じ。よいしょ。一応ね、こんな感じになりました。お昼です。きっとこれが今日の私のお昼でございます。食レポはしないからね。食レポはね、ないんですよ。で、食レポになってる？これ。魚の乗っかったトースト。醤油味だけど、このね、チーズとちゃんと合うようになってんだ、これ。まあ、お味の方はやってみてください。イチジクジャム。なるほど。まあ、こんな手軽にね、お行儀悪いけど。夕食できるんで。今度はね、次回はちゃんと
やりますよ。なんか面白いもの。多分手まり寿司あたりからやっていくかな。うん。こんなところでね。うん。お楽しみにー。